皆さんこんにちは、お元気ですか？ゆなでりです。はい、今日はね、アメリカのねコインランドリー屋さんがどんな感じかなっていうことを皆さんに紹介していきたいと思います。先にちょっと断っておきます。今ですね、子供の友達が遊びに来ておりまして、いろいろなちょっとね雑音が入るかもしれないんですけれども、ご了承ください。今日しかね収録する日にちがないので、頑張って強行突破っていう形で収録していきたいと思います。はい、紹介します。コインランドリー屋さんなんですけれども、ローカルなねランドリー屋さんにコインランドリーの場所になってきますので、アメリカ全体のねコインランドリー屋さんがこんな感じっていうことは言えないと思うんですけれども、まあね、システム自体と、あとはなんだ、乾燥機とか洗濯機とかっていう使い方っていうのはまあ大体同じだと思いますので、こんな感じなんだっていう感じで気楽に見ていただけると嬉しいです。アメリカに住まれてる方はですね、こんな感じで普通にねっていうなんていうのかな、洗濯機お家にあると思いますので、使う必要ないのかなと思われるかと思うんですけれども、大きい洗濯物、ラグとかお布団とかね、そういうのをそう洗濯するのにちょうどいいなっていう、すごい大きな洗濯機もありますので、それを使ってもらってもいいのかなと思うのと、あとはなんだ、すごい溜め込んですごく忙しくて洗濯ができない時にはね、ものすごい量の洗濯物を持って行って、いっぺんにねたくさんの洗濯機ありますので、いっぺんにね洗濯ができて短時間で済ませることもできますので、そういう形で使ってもらうのもいいと思うんですよ。あとは長期の3ヶ月ぐらい観光ビザでこちら来れると思いますので、観光ビザで来られてる方がちょっとね溜まった洗濯物をこんな感じで洗濯すれば楽になると思いますので、そういった形のね情報の方をつなげ伝えていけたらいいなと思ってこの動画を作っております。ちょっとね名前置きがなくなっていますけれども、それでは見ていただきたいと思います。どうぞ。それでは始めていきましょう。コインランドリーの場所は皆さん Google 検索ですぐに見つけられると思いますので大丈夫だと思いますが、気をつけてほしいのは24時間営業でない場合は何時に閉まるかです。洗濯にね費やす時間は洗濯物の量にもよりますが、1時間半から2時間ほどかかると思っていてください。ですので営業時間から逆算しまして余裕を持っていくことをお勧めします。このランドリー屋さんはですね、結構広くてたくさんの洗濯機がありますので、車輪のついた洗濯物の籠がありました。上の部分にはねハンガーがかけれるようにもなっています。ただ小さい場所だとこのような籠はないので、洗濯物用のバスケットを持っていくのが楽だと思います。その他には時間つぶし用にねゲーム機とか、あと子供用の乗り物などもありました。入ってすぐの場所には受付がありまして、大体の受付には洗濯物用の、ね、洗剤とか柔軟剤などが売ってあると思います。ですが大体高いと思っていてください。スーパーで買った方が安いですよ。それからですね、コインランドリー屋さんには必須の小銭の交換をやってもらえると思うんですけれども、このねランドリー屋さんには両替機がありました。使うコインはクォーターと言われる25セントになります。コインの入れ方は2種類ありまして、並べて差し込むタイプと自動販売機のようにね投入する形があります。洗濯機も2種類ありまして、ドラム式と縦型がありまして、これはねもう好みで選んでください。私たちはねドラム式を選びました。まずは洗濯物を入れる前に柔軟剤ビーズと洗剤を入れまして、洗濯物を入れていきます。従来の洗濯用洗剤もねこちらから入れまして使うこともできます。液体状のね洗剤を使う場合は洗濯物を入れた後にドアを閉めまして、それから入れるようにしてください。ドアの入り口からね漏れてきちゃいますからね。洗い方モードも超汚れ物、
高温洗濯、中温、低温洗濯と選べまして、モードを、ね、選択すると料金が表示されます。そしてコインを入れると自動的に洗濯が始まりますので、コインを入れる前にどの洗濯モードかを先に選ぶようにしてください。洗濯が始まりましたら洗濯にかかる時間が表示されますので、その間ね、適当に時間を潰してください。ここで注意してほしいのは、場所にもよるんですけれども、洗濯物をね、盗まれることがあります。私自身には経験はないんですけれども、友達なんかに何人かにで聞いた話では、洗濯時間を使って買い物に行ってたら、お気に入りのものばかり取られたって怒ってましたね。絶対とは言い切れませんけれども、気をつけてくださいね。洗濯機に書いてある注意事項なんですけれども、子供を洗濯機に入れないでくださいとかですね、洗濯機が完全に止まるまでは手とか指とかを入れないでくださいと書いてありました。注意書きに書いてあるってことは、過去にやった方がいらっしゃるってことなのでしょうけれども、皆さん気をつけてくださいね。洗濯が終わりましたら乾燥機の方に移動します。乾燥機では高温、中温、低温乾燥などを選べます。衣類の乾燥状態は個人の好みがありますので、コインを入れただけ、時間が延長されます。このコインランドリー屋さんではね、25セントで8分の設定でした。時間設定は各コインランドリー屋さんで違うと思います。乾燥が終わりましたら折りたたみ台へと移動します。このね、ランドリー屋さんは大きかったので、このように洗濯物を折りたたむ場所がありましたけれども、ないところが多いと思います。ないところでは洗濯物がね、シワになりにくいように、大きめの洗濯物用のね、バスケットまたは箱を持っててね、ふんわり入れて家に持ち帰るなどをしていました。さて、いかがだったでしょうか。これで終わりたいと思いますけれども、日本のね、コインランドリー屋さんと大体システムは同じだと思うんですけれども、雰囲気がね、こんな感じで伝わって、次ね、皆さんが行かれる時にそんなにね、緊張しなくても行けるようになれたらいいななんて思っております。なのでね、何か参考になれたら嬉しいです。コメントの方、待っております。はい、いかがだったでしょうか。何か参考になりましたか。ものすごいいろんな雑音が入ってると思いますけど、まあしょうがないよね。これがもう生活感、もうモリモリで、紹介させていただきました。こんなビデオをね、アメリカ生活に役立つ情報っていうのをですね、私の体験を通して皆さんの方に紹介している動画作りとなっていますので、もしよろしかったですね、チャンネル登録、ノーティフィケーションベル、あとはグッドボタン、ビデオが気に入ってもらえたらグッドボタンの方を押して、私のやる気向上のためにやってもらえると嬉しいです。死ぬもんね、ちょっと来ちゃった。もうしょうがないね。じゃあこれで終わりたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。